はい、久々のトアプリ HD やりますか。もうね、映像データ全部ぶっ壊れたんで データを一度リセットしてね、ここまでやり直してきましたというわけで、ハイリアコを溶かすやつはまあこれだろうな。まだ相当熱を持っている。こいつをラネール地方のもう取りだめしてたから、もうこの先どうすればいいのかって分かってるんだよね。はい、ズラの里に行きます。あ、ちなみに自分今手に持ってるコントローラーはゲームパッドです。スプラトゥーンやってて、なんか弓矢を狙って撃つときにジャイロを使ってやった方がなんか狙いやすいなと思って、最近はこれ使ってます。すげえ勢いやな。しかしあれだけの氷で、あの溶岩の塊そんなに大きくはなかったぞ。あれだけであんなに溶けるもんなのかね。元に戻ったぞ。あんな危ないものが役に立つとはね、本当だぜ。どこに？あ、そっか、ハイリアコの湖が減ったんだから精霊に会えないんだったっけ。今ハイリアコはもう水浸しだから、今行けば会えるか、そんな感じだったな。確かそんな感じだった。もう復活したゾーラたちがこんなにね。いた、分かってんだぜ、いるのは。降りてこいよ、この野郎。まあ今倒してもね、器がないから回収できないわけだけど、まあ倒しておけば後々楽になると思うんで、お待ちください。おお、ゾーラ族ってなんか美人な人多いよね。いやー、それほどでも。ルテラ、はい。まあね。処刑された？マジか。穏やかじゃないね。はい。あなた方にお願いがある。私はこの地が襲われた時、そのことをゼルダ姫に伝えるため、我が子ラルスをハイラル城へ向かわせた。わかるんだ。魔法の力かなんかか。王子ラルスを助けてやってください。水の加護をあなたに授けましょう。ああ、それはわかってます。水中を泳ぐやつね。水中を泳いで、ハイリア湖の、水底にある遺跡に入るっていう感じの。なーに、別れ切ったことを。ああ、そうですね、はいはい。はいはい、光の世界に戻しますか。今回は割とフリーダムでしょ。この適当さ加減ね。今まではなんか真面目にテキスト読んでたけど、今回は割とそんなテキストの内容してるわけだから、割と適当でもいいっていうね。
適当ですね、この人も。あー、ちょっと待って、はい、ちょっと立ったー。もうちょっと探索やりたいんだけどなー。あー、結構流れが早い。流されてるー。あっという間に水浸しになったね。ったく、やっと気がついたか。はいはい、ついてるね。本当だぜ、ね、本当だぜ。速攻、お前どん早えな。瞬間移動でもしてんのか。ミドナは瞬間移動の術を覚えてるようだ。ルーラかな。ルーラじゃないな。どんな魔法を使ったらそうなるんだろうな。はいはい、最後の光の精霊、よくぞここまで。はいはい、ここが最後のトワイライトらしいからね。よし、さっさっさと行こうか。でゲームパッド操作だから、装備してるアイテムとかは別に見えないよな。ただマップとかは映せるよね、こんな感じで。もうすぐ近くにあるな、この辺とかも。入り役には3つあるな。でゾーラの里周辺には3つあるのか。はいはい、これはなんだ、ゾーラ川で、あ、思い出した。鳥で進むような、なんか、ゾーラ川のところに、確か何匹かいたんだ。3匹かいたんだな。まずは取れるところから、自分に回っていこうか。早速いた。虫のくせに人様がかけた橋に通るとは。おらおら。あなたのような虫さんには、ちょっと。はい、オッケー。お仕置きは必要ですな。よし。で、次はこの先にいるな。確か。あ！そうか、ここポータルができるとこだった。お、まず一匹。倒して、なかなか倒すの時間かかるんだよね。おびき寄せて、こいつおびき寄せて、こいつもおびき寄せて、近づいてくれるかな？よし！オッケー。なんかキャプチャー画面見たら、なんか、映像が途切れてるなと思ったらレターボックスだった。ん？虫どこだ？虫はこっちか。ん？ん？どこ？この上？いた。ああ、掘らないといけないけね。超逃げないでくれませんかね。いや、そこじゃなくてですね。そこです。飛ぶんじゃねえ。飛ぶんじゃねえよ。こっち来い。ほい。よし。狼の戦闘ではね、注目してからの A ボタンのアタックで攻撃するっていうのが割と安定してたんで。
で、確かあそこに、ま、なんだっけ。あのおっさんがいるところにちょっと行ってみようか。よし。ちょ、ズーム、ズーム。よいしょ。客、来ねえな。水、戻ったのにな。誰も知らねえのかな。宣伝活動しろよ。ここもなんか面白いアトラクションだったと思うんだけど。後でミニゲームができたと思うんで。まあそれは後でやろっか。で、確か、ん？おー、はいはい。わかってるわかってる。それはわかってる。まさか犬の遠吠えが楽器になるとはね。この新しく手に入れたキャプチャー、長時間での撮影には適してんのかな？そこがちょっと気になるところなんだけどな。結構自分が撮るときはもう1時間とか2時間とか撮るからね。それに耐えれるような代物じゃないとちょっと任せられないかな、撮影は。前のキャプチャーも、あ、いるな。そこか？センスで研ぎ澄ませてのアタック。よし、オッケー。で、水の中に入った、水の中に入っても大丈夫じゃなかったっけ。どこだ。まだあと、まだこの先にいる。あと2匹いたね。あー、ぶつかる。やらかしたー。説教された。お願いします。説教されました。ともうさっきの一匹はもう倒したことになってるでしょ。そうせんと俺多分しんどい。おお、ぶつかっちゃいかんよ。ぶつかんなよ、マジで。さあ、影の虫いらっしゃったね。さあ、センスを研ぎ澄まして、狙いを定めて、発射ー。ああ、ちょ、発射ー。よし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 、いける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 。で、あいつは？あいつはどこだ？通り過ぎた？通り過ぎたな。追いかけろー、追いかけろー。通り過ぎたー。安定しないなー。あいつどこ行った？あの虫どこ行った？どこ行った？どこ行った？水の中に入っちゃいけない気がする。普通に入っちゃった。あ、でも普通に行けたわ。いたね。すっごい。よし、突っ込んだ。オッケー。あとはゾーラ川の上流に行けば。あー、センス中はちょっと落ちない。危ない危ない危ない。あー、感覚が危ない危ない危ない。センス中はどうしても視界が悪くなんだよな。よし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 、いけたいけた。ここにも一匹いたな。あ、出てきた。あんた都会人ですか。よし、
ふぅ。なんでこの人あんなに胸元開けてんだ。仕事のプライベートもろくなことはないか、ないわ。何があったんだプライベート。あの人の着ている服なんかあれっぽいな、なんか猫下着だっけ。あれに見えた。うん、あ、これいけるわ。ちょっと待って、覚えきれない、覚えきれない。こっから黙るよ。下、真ん中、下。ああ、よかった。判定が割と曖昧でよかったな。助かったな。絶対今の間違ってたと思うわ。なんだっけ、間違えた。よし、これ闇のノクターンだっけ。時岡でなんかこういう曲あったな。さてさて、どこだい。 あそこか。ん、吠えるって、あーこの鳥か。今ここで吠えたらどうなるんだ。今ここで吠えたらどうなるんだ。スキップしたわ。え、もしかして、あー、そんな感じ。余計なことしちゃったね。あー、そんな感じか。わかったわかったわかった、意味がわかったから激突しとこう。多分こうすれば元に戻してくれるでしょ。あそこにいたの。あー、なんとか戻ってきた。恥ずかしいことに一回事故っちゃって。なかなか戻るのに時間かかっちゃった。同じことをまたもう一回やればいいだけなのにね、なんでこんな時間かかるんだろうね。そこがハイラル城への近道ってわけね。了解です。だったらハイラル城方面から行けばよかったんじゃないかなって思ったけど、この水の流れに逆らっていくっていうのはなかなか難しそうやね。さてさて、流れが緩やかであってほしいな。女王様を、あそこに流れ、水の流れが緩やかであってほしいな。
まだ氷が張ってるところがあるんですよ。スノーピークへの洞窟はまだ凍ってるようだな。いけるけど、まずあいつをどうにかしないと。あ、水の流れが割と緩やかだ。よし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 。さあ、突っ込めー。あれ、よし、倒した。ふぅ。この辺りに確か宝箱あったよな。なんかキャプチャー見て、キャプチャー画面見てたけど、ちょくちょく映像止まってるけど大丈夫？いた。どこ？うく、突進してきやがった。来い。来い。よし。あった。よし。お金めっけた。スプラトゥーンやってた時も多分、まあ、こういう映像の止まりとか割とちょくちょくあったから大丈夫だと思うんだけどな。ミニマップ。マップ開いて。あと一個。で、ハイラル城にも一個あったな。よし。もう喋り疲れた。我ながらこんなにベラベラ喋りながらやるのは割と初めてなのかもしれない。これ犬状態は、お、てか狼状態は登れないんだっけ。で、こっから上に行くにはどうすればいいんだっけか。え、どうすんだっけ。今これジャイロで動かしてます。やっぱこの上通らないといけないのか。あ、こっから行けるんだ。ああ。怖い。足踏み外すのは、踏み外して落ちるっていうのは割と勘弁してくれよ。あとあと編集でカットしないといけなくなるから。この辺りだろ。よし。よし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 。少しでも編集の手間を減らすためにも、ノーミスでクリアしたい。わお、マジで？よしよしよし。そっちだろ。こっちは、ほい。階段があるけど、これどっから、どこに繋がってんだ。まずこっち。どこに繋がってるかどうかのちょっと確認をね。ハイラル平原、あー、近道か。爆弾でぶっ壊さないとダメか。わかったわかった。なんとなくわかってきたぞ。わかってきたぞっていうか思い出してきたぞ。さあ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 、静かつ、これ登れない。あ、ここもか。爆弾必須やな、この辺。人の姿に戻ったら、あ、嘘、嘘、それやめて。ミドナが仕事してくれね。戻るか、落ちるか。
ああ、結局こうなるのか。まあいいか。ああ、なんとか登ってこれた。この岩だな。後で爆破しないと。めっけた。水の流れが緩やかで助かったわ。あとは、ハイラル城のところにもともと倒してたやつがあったから、そいつを回収かな。なんかこの水の流れだったらいけないこともないな。一回流れに逆らってみる。あ、無理です。無理だった。よいしょっと。よし、さっさと行くか。見つけた。この上なんだけど行けないよな。あー、ポータルか。意外とこいつらとの戦いは普通のノーマルリンクでもいけないことはなかったんだよな。オルディン大橋のやつも解放してきたんで、よいしょ、よし、オッケー、ポータル完成。あ、こっちか。よし、いただき。あれ、おかしいな。まだ残ってるはずなのに最後の静かはどこだ。あれ、あった。なんで、変だな。だからそっち行くしかないね。まあ何なのか分かってるわけなんだが、虫とか嫌いな人は絶対見ない方がいいと思う。ポータル使えば早かったな。ほら、いた。なんか水の中泳いでるぞ。なんか雷が鳴ってんすけど。上と繋がってる連中なくなってる。どこだ、ここか。この先なんだよな。犬かけお上手。ついた。さあ、来た。電気風呂かな。あいつら体に電気まとってるからね。ちょっとテレビの音でかい。おい、なんか雷の塊がでかい。
こいつの倒し方なんだったっけ、忘れた。どこだ、いた。あいつの倒し方どうだったっけ、ブフ。飛ぶのかな、ジャンプで突っ込むのかな、これで今やっぱジャンプで突っ込むことには変わりないんだな。さあ引きつけて、帯電してるときは突っ込まない方がいい、逆にダメージを受けてしまう。ほい、よし。であいつ浮き上がってくるんじゃなかったっけ。うわあ、怖い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 。わお、やられたぜ。どこだ、そっ、おっしゃ。突っ込んでくるぞ、間違えた、突っ込んでくるぞ。ん、今ダメージ受けた、ダメージ与えた、突っ込んでくる、ブワー、やれた。あー届かない、これ。確か精霊捕まえてないからこれ死は許されないと。ブフ。あいつの上に乗るんじゃなかったっけ、そうだそうだ。すげえ、狼リンク、ウルフリンク、水面を蹴った。あれほどの脚力があるとは。ふぅ、しんどかった。ああ、戻った。忘れてませんよ。またねー。出てきた。光の精霊たちのなんかこういうデザインを見ていくとなんかあれっぽいね、ジブリに出てきそうだね。ラネー、蛇か、はい、神に選ばれし勇者よ、汝が求めし黒き力はハイリア湖の水底に眠る神殿の中に。はい、我らが神の名女に封じ込めた禁断の力であることを。なんでそんな禁断な力があるんだ。あ、私服に戻った。混沌とし何もない世界に神々は降臨し、生命と秩序を作られ、そして全ての者たちに平等に力を与え、天へお戻りになられた。イリアか。神々が最初に降り立った地は聖地と呼ばれ、長きにあたり信心深い者たちの心で平安であった。争いが起こった。ナイフ持ってる、白目向いてんじゃねえか。
あんたも白目向いてんのかね。怖いな。勇者の衣を着てるし、なんか出てきた。魔術に長けた者たちが現れ、ダークリンクだ。強力な魔力に乗って聖地を治めようとした。これが闇の結晶石ってやつか。うおー、怖い。 PV で見たエスラン注意のところやん。なんでそこにおんねん。しかし神は我ら光の精霊を使わし、その者たちの巨大なる魔力を封じ込ませた。顔顔がやばい。そしてその魔力こそが、はい、影の結晶石。目、ちょっと闇にとらわれてないあなた、覚悟、心するがよい。力というものが持つ危うさを知らぬ者はやがてその力に支配される。怖いね。魔剣みたいな扱いでいいのかな。うえー、気持ち悪。ちょっとにやけてんじゃねえよ。闇の力に捕らわれることもあるんだ、勇者も。穏やかじゃないね。はい、今のは幻かな。心に直接語りかけてるような、そんな感じの。落ちちゃった。あ、泉の中に入ればダメージ回復してくれるんだよね。で、これね、スライドでアイテムセットできる、直感的な操作ができるんで結構いいかなとは思うんですけど、やっぱり視聴者には見えないっていうね。まあセットしたアイテムはボタンで見れるんで、その辺は問題ないのかななんて思いつつ、あ、ちょっと浮いとこ、ちょっと息継ぎを。よし、あともうないのかな。あとは爆弾ぐらいしかないな。爆弾っていうか岩ぐらいしかないな、破壊できるような。ふぅ、操作が。気のせいか。こっからかな。よし、さあ